終わっちゃいました。8闘魂でトータル651枚、奇数示唆っすね。あぶい、通常の当たりですね。よーし、ようやく当たりました。7発目。お昼から帰ってきまして、やはり盤上3が一番出玉感というか、でもちろん前代とかではないので、まあ、こういうダメな商いとかもありますけど、分回されて玉ついてきてるのは盤上3ですね。まあ、全6とかはないですよ、テンション。ただ他の台、空いてる台に比べると、まあこれ打った方がまだ分からんだろうというような結論です。まあさすがにリゼロで朝一 A で行った台空いてるからこっち行くとかよりかは絶対いいですからね。よーし、ダマツマーさあ誰よーし、お、ゼロまでいった。435ゲーム。さあ今回もサクッと勝ちますか。3つしかないんでね。子役レベル3、バトルレベル2と。さあ、62倍増。初戦敗退か。さあ80から断末魔。お、2位までいったぞ。間違いよこれ。よっしゃ、98ゲーム。はえー、勝負玉ゲットした。あ、そうやな、あったな、そんな。さあ子役レベル1なんでね、バトルレベル4 25%、決まりこの 25%。 チャンスアップあったよ。よーし、あら、2ゲーム目のハズレベル、勝ちてーなー、頼む、レーク引け。あれ、視聴生見てたらしい。あら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 、あ、ダナゾー。あ、25%取ったみたいですね。今日ここめっちゃ取りますね、素晴らしい。さあこれで本日2回目の新天章ラッシュ、3つ V 取りましたね。
3つ取った。優秀っすね。はい、コゲット。頼む。あ、2以上出た。まあまあ、さあひとまずこれでユリカンリセットと。 AD 終了画面に関しては奇数した偶数した1回ずつ出ましたね。まあなんで、まあ、6否定じゃないですけど、まあ、ベース高いのは間違いないんですよ。だから銅なんて出ても別に嬉しくないんですよ、この店で。一応は6の店やったら銅出ただけで嬉しいですけど、まあ、中間とかも多いでしょうから、この店の場合。まあ、なんとか今500枚ぐらいプラったんかな。ちょっとまあ周り見に行ってなんか打てる台探そうかな。あの一番嬉しくない示唆ですね。キス示唆をいただきました、はい、そうですか。でまあここで、再セットと。猪木先生、いきなりなんか、エース入りましたね。69ゲームで稲の対決。まあ、ここで字が赤には変わりませんが、多分大丈夫でしょう。こんなアーリーキック、はい、で円錐切り、はい、で勝機も出て、まあ、完璧ですね、はい、で2ドロップダイニングに、でこのフォールいけるでしょ。はい、3、はい、当たりました。74ゲーム即延長で当たりました。何が出る、多分でも闘魂グランプリでしょ。えなんで、ちょっとよくわからないですけども、ストックがあったとかちゃうやろ。前は何でも、はい、行きましょう。はい、20ナビラストでした。ありがたかった。はい、トータル756枚までやってまいりました。いいですね。行きましょう。これ絶対中身レベルみたいなあるやろ。なんか全然ちゃう。おう、いきなりどうした。おい、緊急猪木チャンス、うん、あの知識もないのいらんこと喋るのやめときましょうか ね、はい、なんかあるみたいです。猪木表明、まあ、でもこれは多分ただの前兆でしょう。で因縁の対決、まあ、前兆の一部やったってことでしょうね、はい、猪木先生やけども、あ、逆にやられて猪木が消えてスリーパーで、あー、正気も何もなしですね。ダメや、
ギブアップウローター、スリーパーでもう演出バランスがむちゃくちゃです。はい、でもいたけど殺しちゃう、来た3回目行きましょう。そろそろね、そろそろなんかあってもいいやろこれほんま。せいラスト、投稿チャンス、まあまあもらえたらラッキーぐらい、結構入るっぽいんで周り見てても、まあ気にせんときましょう。続いて残念、はい776枚10ナビアとほんまどないしようもないねな。ここからでもあるんですね、行きましょう。あの時でも揃わへんの、これは逆に熱いとかあんのかな。あー揃わず、はいということで10投魂で718枚で背景これ何もなしってことですね多分で、一応ちょっとさっきちゃんと見てへんかったからな、有力感ランプまだ消えてないで、あかんかった。あーで今有力感ランプ消えましたね、ここでここで消えて、はい、猪切像と、普通のところに戻ったということですね。さあちょっとね、まああの奇数下が出てで別にパッとしたあれでもないし、まあちょっと今ここまで運が良かった感すげえあるんで、まあ、ちょっと周りの様子だけ見に行きましょうか、まあ、正直ね見ても何が強いのかわからんすね。はい、よし、さあここから32ゲームの引き戻しなんですけど、もうさっぱら感じなんですね。この9と6の意味がまず分かんないで、まあ行ってみようか。ここの色で、このキャラクターのところの色が変わって赤になりましたけど、赤が一番期待度が高いと。さあ次ラスト、500枚だからな、そう簡単ではないのは分かるんですけど、出たよ出たよ、新しいパターン出ましたね、くるぶし、一回飲みたいですよこれ作ったやつを、本当に。出たー、まあこれ無限にあんじゃねえのフルート、ほーパーはあるぞあるぞ、さあ赤いっちゃい、あーいった、これは出てくるだろう、え玉玉違いってことか、何それ魔物の攻撃、よしさあ倒して出てくるのは銀の玉、さあ行ってこい、おお赤いルート取ったね今、赤いルート、青緑赤の赤のルート通った、さあどうだ、手前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 、赤取ったぞ赤取ったぞ赤赤、あよし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 、あうそ、うあ西、あたり、当たり、危ない、危ない、
発目で当たりました。よし、あー、虹だと3セットだから1500万円だからゴッドとしちゃうんだよね。おー、全然いい全然いい。さあ500枚取りました。5ラウンド割って、さあ積み木戻し、ダメか、積み戻せずで、また1から。これ当たったら俺ちょっと上認定するよ、さすがに。なんか俺初めて打った時絶対1やって、ほんまに絶対当たり前のように天井行ってたんで、息吸うように。ただ赤いったあるで。ああ、猪木が、はい、猪木返した。アキレス腱がで緑ですね、はい。もうちょい猪木、ああ猪木いった、猪木2回いってブレンバスター、はい。でここで勝機が出るか、出た。でジャーマンでしょ、あるで、うわいやこれこれ絶対ええやつやわ。え、簡単に当たりすぎでしょ。274ゲーム持ち玉で当たりました。ほら、ジャクレアで当たんもん、まあ、そこに設定差があるのか俺知らんけども、え、なんかこんなんじゃなかったんで、全然。行きましょう行きましょう。さあちょっとこれ頑張りたいですね、入れたい。ここでチャンス目ってどうなんやろうね、どうなんやろう、腹立つタイミングやな。はい、まあ多分チャンス目かな、うん、注入完了。リプレイでクマ、はい、仕留めろ仕留めろ。あかん、あと2ゲーム。おーし、猪木で中引いた、チェリー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 、強チェリーですね。来た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 、はい、あと1個。うわ、決めたいな、決めたいというか、もう一回俺道チャレンジ俺がしたいです。はい、子供スケボー少年、リプレイでチャンスね。ほら、えらい簡単にいく、絶対もろたわ。あ、ぶん回そう、もう何も考えんと。さあ超延長戦、じゃあ延長戦、延長戦ですね、これで行きましょう。さあ道チャレンジ、道行きたいよ俺、最終決戦やらせてほしい。うわ、いきなりクマか、クマきついですよね、ここで出るクマは。全部クマ、あー、あかんわ、きついきついきつい。あが、さすがにやっぱさっきのだいぶ奇跡やったんですね。はい、あ、1個、いやでも1個でも闘魂チャンス取れたのはでかい。いきましょう。だから僕はあの超通常あそこでもうねじり込みまくったらいいんですよ、うん、簡単な話。はい、これが一応二重ナビ。さあどうなる、よいしょ、あかん、はい、189枚でした。ジャックで8点、お、いいねの対決、色は変わらず。マスクマンが一定で、あ、コブラ水素、あ、勝機出た。で、ジャーマンからの、よし、行きました。これ完全に弱チェリーですね。あ、
オッケー。え、ボーナス、ボーナスあんねや。ボーナスあるんやこれ。ありがたいな。ボーナスあんのありがたい。なんか知らんけどボーナスが来ました。闘魂チャンスが来るとばかり思ってたら闘魂ボーナスが来ちゃいましたね。行きましょう。投稿チャンス1個いただきました。さあ10代目20あるか。20あってくれたらかっこいいよ。あったー、オッケー。というかやっぱボーナス取れたら出玉結構ついてきますね、うん、残念。はい、441枚、いいですね、素晴らしい。さあつなげていこう、つなげていこう。なし。はい、452枚と、はい、まあここからは続かんでしょう。はい、556枚獲得でした。はい、また奇数したっすね、ここで出たのは。俺500枚ぐらいプラったよ。あ、マジで。これさ、おかしい。でもまあ、イバンとしてることわかる。確かになんか、弾ついてきてるもんね。ちょっとおかしいやろ。え、こんな簡単に得ていくもんなの？知らん。よしよしよしあるよしよし。チャンネル登録よろしくね。